こちらが15インチ仕様 の, あのプログラムのシステムになります。普通のグラスがありますけれども、ちょっと置かせていただきます。映像のスイッチを入れると氷と飲み物は映像になります。思わず映像に見入ってしまったんですけれども、ものすっごいけど、これってどういうことなの？どうなん？当地実はスタジオにお借りしてきたんです。これなんですけれども、先ほどありましたこの四角い箱ですね。皆さんはモニターをご覧くださいね。はい、これね、このグラスは本当に入ってます、はい、これは実際にあるんです。さあ、それではその映像を、ホログラム映像を流します。後ろ抜けてていいの？はい。うわ、さあ、グラスの氷が見えまして、これは映像や。ソーダ水が流れて、それグラス取ったらどうなるんですか？これでグラスね、ちょっと動かしてみますよ。ほら、あー、なるほど、映像だけ。そう、グラス取ったら、でもそのコップはその位置に置かなあかんってこと？そうなんです、ぴったりの位置がやっぱりあるんで、そこに置くと、不思議でしょ？テレビ見た方がいいですよ。これまたしばらくすると、またすぐルーティーンで戻ってきます。はい、来ました。こういうことができるわけですね。実際見たらどうでしょう？映像で見る方が分かりやすいから。そうですね、モニターで見たら、こうしっかりとこれがホログラム立体映像、そこにあるように見えるというものなんですね。これでも舞台ものすごくいろんな意味で使いこなせますね。ね、これ応用できるよね、いろいろ。先ほどその大きい画面でするとどういうものができるのかということが、それでやるとやっぱり本当にコンサートとかライブ、いろんなステージが楽しめるようになるんじゃないかという、これすごい装置をお借りいたしました。ありがとうございました。さあ、続いては日本の人気者たちもビッグマネーを動かしています。あれとちゃん、